はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時15分を回りました。今日日曜日なんですけども、29日、これはですね、金曜日、28日付ですけど、27日発行のですね、夕刊フジ、私毎週金曜日の連載をしてますので、送ってきます。それで昨日届きましてですね、この読んでたんですけど、この見えますかね、この記事ですね、次にヤバい大物芸能人薬物逮捕という見出しが出てまして、俳優伊勢谷友介ですか、45が大麻取締法違反で逮捕されてから間もなく1年、最近は大物芸能人の薬物事犯での逮捕は印象が薄いが、水面下では組対5課マトリとも新たなターゲットの年内逮捕に向けマークを強化しているという実情を追った。もうね、これあのなんて言いますか、非常に芸能情報ですよね。夕刊フジに私が知る限り芸能だけ追っかけてる記者っているんですかね。まあまあいるのかな。で、もう今ね、これねザクザクに出てるんでね、ザクザクを読んでいきたいと思うんですけども、最近やっぱりね、コロナ禍でね、あれしてるんです、その、芸能人もね、遊びにくくなってるんです。大手芸能事務所のマネージャーのコメントでですね、コロナ禍で芸能人の遊び方も随分と穏やかになりましたね。最近じゃあホームパーティーや家飲みが主流ですし、外飲みするにしても知り合いが経営していて融通が利く会員制だったり、完全個室の隠れ家的な店だったり、マスコミ対策ではメリットがありますが、周囲の目がないと、目がないからとハメを外して危ない遊びに走る者もいますと、大手芸能事務所マネージャーね。で、結局誰かというところなんですけども、これですね、これはですね、ちょっと待ってね、誰に聞いてるかというと、その捜査関係者からはこうした声もと、はい、捜査関係者って要はあれですか、警察官もしくはマトリですか。確かに捜査は苦労も多いですが、先行きが不透明なこのご時世、精神的に不安定になったり現実逃避を求めたりする人も出てきます。うにゃうにゃと言った後でですね、その上でこう明かす。細かくは言えませんが、最近よく名前が上がるのが人気俳優の A と女性タレントの姉である B ですねと言われてもよくわからん。 A はドラマや映画で活躍して知名度もありますし、好感度も高く、逮捕となればインパクトは大きいでしょうね。違法薬物は若い頃から使用してた、していたというよりは、ある程度年を取ってから手を出した遅咲きタイプ、それだけに今も常習性は高そうです。ドラッグが原因で港区の繁華街でもちょくちょくトラブっています。港区の繁華街ってどこですか、六本木ですか赤坂ですかって、その2つしかないんですけどみたいな一方 B は若い頃から違法薬物と縁が深かったと見られるのだ。B は以前は自身もモデルなどの芸能活動をしていましたが、今は距離を置いています。ただ交際相手の筋が良くなく、その影響で10代の頃からドラッグが身近だったようですね。しかもモデルの C や D、 女性タレントの E など今も芸能界で活躍し、当時 B と親交が深かった遊び友達が未だに違法薬物を手に染めています。捜査線上によく名前が出るので、現在の男性関係も含めて注目されていますと前室の捜査関係者よう、でもこんなん喋りますね、捜査関係者。これ喋ってんのバレたら
処分食らいますよ。捜査関係者というのはあれでしょ、警察官かもしくは馬取りの係官でしょ。大物芸能人の逮捕も時間の問題かということでこの記事は終わっています。これを読みますとですね、まあその A さん俳優さんで、今もう出てると、出てるけどもそんなにスーパー A 級ではなさそうですね。A はドラマや映画で活躍していて知名度もあります。で、B さん お姉さんですね、お姉さんはかつてモデルや芸能活動をしていたけども今は辞めているということは、今は出ていないということですね。とすると A さんという弟の方のですね、今俳優をしているという方がガツッと行かれてしまうとですね、うわやったーみたいな、こんなやったーでもないけど僕ね、あれなんですよ、まあ、前から言うてますけどテレビを見ない人間なんで、この冒頭出てますこの伊勢谷さんですか、ゆうすけさんって名前と顔が一致せえへんというか全然知らんのですよ全然わからへんやんって、こんな方はそんなんでタイまでやられてたんですか。全然そのこの人の逮捕自体もですね記憶にございません。私がわかるのはあの清原とかね、あれもね後でわかったの、電気グループのなんとかって滝なんとかさん、の言う人も、あこの人あれやんか、あとドラマ出てはったやんみたいな、ごっつい顔してますもんね。あれねなんとかわかるぐらいで、言われても多分ねこの A さんがあの出てきてもねわかるんちゃうかなと思うんですけど、なんかいやあの私もまあまあほんまにあれ一回もそういうことしたことないんですよ、あのお薬関係って、海外行った時もですね別にねやったら嫌とかないのはほぼ興味はないんですよ、とにかく毎日酔っ払ってるんでね、毎日やってるようなもんですけどね毎日アルコールを摂取してますんで、あれも薬あれも薬やって言われたら、まあ、その、まあ、大きいカテゴリーからいくとそうかも分かりませんけどね。昔タバコは吸ってましたけどね、22歳で辞めましたね。だからどうでしょうね、今更なんか機会があって合法やって言われても多分やらんでしょうね興味ないんですけど、なんかでもそっちに走る人って話を聞くとやっぱりよっぽどそれ、なんていうかこう一回やってしまうとこうやめつきになるって言いますね、いやようわからんですけど。で、こういうのってね清原もそうでしたけど、初犯であればね、初犯であればあれがつくんですよ、あれ執行猶予が。で2回目でもどうかなって、よほど悪質であれば実刑になるんですけど、まあごめんってやってたら2回目もギリでセーフというかプリズンに行かなくて済むかなという感じで、要は被害者いないでしょ、本人が被害者って被害者なんですよ。なんでそれ無理やりやらされたとかそれはあきませんけどねそれはご本人が被害者なんですけど、その自分が自ら進んでやるんやってやってるに関しては、まあこれも被害者がいない犯罪ですね。あれもそうですね、人類最古のビジネスもですね、あれも被害者がいないわけなんですよ本来はね。被害者やって騒いでるどっかの国もありますけど騒ぐやろそれはって思うんですけど、あの被害者がいないんでやっぱり警察も、ね、寛容なんですけど、寛容というか、まあ、そんなことよりね、プリズンで収容するとね、あれ、1年に1人300万ぐらい経費がかかるんですよね。だから、そんなん言うよりも、清原なんかちょっと表出て働け、それで税金払えという方が、国家にとってはプラスなわけですよ。あの刑務所入れたら、あれの世話かかるわけですからね。なんで、おおらか、比較的寛容やなと私は思うんですけど。でもやっぱしね、その芸能人ってね、そのプリズンに行かなくて済んでもね、もう出てこれへんでしょ、その芸能界にまた、薬で消えた人って出てきた人いるんですか、 いないでしょ。なんとか直子も出てきてないですもんね。酒井何やったかな、なんかいましたね。あの方もなんかちょろちょろは出てきてますけど、本格的に復帰はできないですよね。ですんで、そっちの方の打撃が大きいと思うんですよね。
ですんで、なんでやらはんやろと思うんですけど、まあでもやらはるんでしょうね。なんかそういう誘惑が強すぎるんでしょうね。ということで、年内にちょっとした大物の逮捕があるかも分かりまへんで、という話でございまして、これ一応ね、ザクザク貼ってみますね。後で撮るかも分かりませんけども、一応ザクザクの貼ってみますんで、全部読みたいという方は自分で見てみてください。はい、どうもありがとうございました。